反感買うだけで野党再編の邪魔になる蓮舫氏だが、野党再編が始まった。民進党と希望の党が合併し国民民主党を結成。その一方で新党に行かない議員は立憲民主党に合流した。しかしその足かせとなっているのが他でもない蓮舫参院議員。未だに、女性総理になりたいと体言総合くから反感を買っているという。 二重国籍問題などを引き起こし、民進党長落を招いた長本人。にもかかわらず、割れ先にと泥船から逃げ出し、昨年暮れにしらっと立憲民主党入りを果たした。政治部記者によれば、現在、連邦議員は参院の国対委員長に起用されている。立憲民主党は昨週の総選挙で大量当選者を出し、 野党第一党に踊り出た衆院に比べると、参院は彼女を含めてわずかに7人。枝野代表は人材なんで仕方なく、知名度だけは高い蓮舫さんを抜擢することにしたと。党内では、ガミガミ言うばかりの人で大丈夫か、と懸念されていました。案の定、森友文書改ざん問題への対応で、民進党の国対委員長と大揉め、 予算が自然成立するまで審議拒否を続けては参院の存在意義が問われるからと、民進党は審議再開に前向きになった。でも連邦誌がダメだし、その上、財務省へのヒアリング日程も相談なしに決めてしまい、民進党の国対委員長からなんで、勝手に決めているんだ、と怒鳴りつけられる始末でした。 一人よがりの上昇思考野心の塊なのだ。目立ちたがり屋で、一人相撲ばかりなのは相変わらず。だから蓮舫氏は嫌われるのだ。蓮舫さんはずっと前から、私は総理大臣になりたいと不意調していました。民進党をボロボロにした上逃げていったのに、同じことを言い続けているから鼻につく。何を言っているのだと。 あの人とは一緒にやりたくないと、反感を買っているのです。友都と民進党所属参議院議員に言われたりしている。そのため立憲民主党に派入らず、無所属に留まることを検討する議員も出ているほどなのだ。政治アナリストの伊藤敦雄氏が解説する。一時、勢いのあった立憲民主党ですが、 森友文書改ざん問題や財務時間のセクハラ問題といった構成を強めるチャンスを活かせず、徐々に支持率を落としています。旧民進党の多くの議員は、蓮舫さんにトラウマを感じている。彼女がこれ以上目立つようになると、立憲民主党は統制を拡大できず、さらなる地盤沈下は避けられないでしょうね。もはや野党政界では、 薬病が見扱いなのである。なのに枝野代表は11日、連邦議員を党副代表に据えた。スキャンダルまみれのうさんくさい女性議員が目立つただの抵抗野党が、キンキン耳障りな悪馬をわめき散らす白ろずくめ馬場を表に出すのでは。伊藤圧をしならずとも地盤沈下は促進されても、不要はありえない。